Jair vai marcar, atirou gol! The name of the game. 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 できるかどうか。ベリックがさあどうする、ボールを右に出しました。さあ森安センタリングだ、来たか、来た、ゴール決まりました。高木です。シュートがセンタリングか、まだボールは生きている。左からフォロー行ったのはサントス、サントスセンタリング、ヘディングシュート、もう一回ヘディング、もう一回ヘディング、決めたのは長谷川です。長谷川が決めました。グランパスがボールを支配するのが非常に多くなっています。さあまたまたチャンスをつかむことが、あっとボールが出て、これは絶好のチャンス、シュート決まった。ボールを持っているのは北沢、北沢、そしてラモス、北沢、武田へ、武田、ラモス、武田、そしてラモス、ラモス、ラモスやった、ラモス、ラモスのシュート決まりました。1対0ベルディ1点先制。さあハズ、ハズ、ハズが持っている、ハズが持っている、ハズがずっと持った、ハズどうする、ハズどうする、上げた、上げた、ラモス、ラモス落とした、ダイレクト決まった、ゴール、武田、武田がやりました。ラモスからいいボールが出ました。武田のダイレクトシュート。ここまで両チーム得点ありません。ガンバ大阪いい力のフリーキック、ランジが上げた、ゴール前ヘディングシュート決まった。決めたのは長嶋、長嶋得意のヘディングシュート。平岡、ゴール前はトニーニョか、おっとフリーになった、長谷川が出た、入った、入りました、長谷川が出た。さあ切り込んでいきます、中に入っていく、橋渡りへ、橋渡りのパス、上原です、上原折り返した、シュート決まった、シュート決まりました、レッツゴー先生。決めたのはベテランの橋渡り。グランパスまたまたチャンスでコーナーキック、打つのはジョルジーニョ。さあチャンス、さあゴール前来た、パンチで逃れた、あっとしかし入った、ゴール、小倉が決めました。スーパールーキーの小倉。
中央です。さあどこへ出すか。ブルブル入ってきて左に流した。森川センタリング、そしてシュート。森川のセンタリング決めたのは松山。13番の松山が低いボール落ち着いて決めています。さあサンフレッチェどうか。クロスにボールが上がっています。さあゴール前、シュート決まりました。さあ森安だ、森安です。チェルニーから森安、素晴らしい連携。ディフェンスを振り切れるか。ミルトン一旦後ろに下げた。そしてサントス、ジーコ、ジーコだ。さあどうする、ジーコどこに出すか。縦に切れます。うまく繋がった。シュート、シュート決まった。シュート決まりました。吉田の左足のシュート、2対1アントラーズ勝ち越し。さあベルディはダモスから。さあチャンスを作ることができるか。津波、津波が持ち込んで、あっとこれはロングシュート、直接狙った。レッズがいい位置からのフリーキック、投げるのはナトリ。さあゴール前、鳥海さんの折り返して、ヘディングシュート、ゴールキーパーの真ん前、望月が綺麗に頭で合わせました。エスパルスコーナー、ファーポストカーブが勝った、落ちた、内藤蹴った、決まった、ゴール、内藤決めました。ディフェンスの内藤がやりました。1対0エスパルス1点リード。内藤の素晴らしいシュート。さあこれは田中左のシュート、入った、田中のシュート、左足。グランパスへとチャンスを迎えています。ボールを持ってはジョルジーニョ、絶妙のパス、ゴールキーパー飛び出した、そして決まった、シュート、シュート決まりました。決めたのは後藤。アンカラーズ、ジークにボールを集めて、さあこれは狙った、これは入ったか、入った、入った、入りました。左サイドから攻めている青島、大きいドリブル突進です。さあ青島どうするか。ボールは待っている、4人待ってるぞ、誰が合わせるか。シュート決まった、フリーでシュート。決めたのは7番の堀池。堀池が決めました。ついに土壇場、土壇場で2対2、同点に追いつきました。エスパルス大喜びのサポーター、そして選手、堀池がやりました。